藤本明夫5月24日体は日本の政治家。大分県東国崎郡姫島村長。満州出身。3歳の時に姫島に移り住む。慶応義塾大学経済学部を卒業後、日本住宅公団等に勤務。姫島村長であった父、藤本熊尾の休止を受けて1984年に姫島村長に無投票で初当選。以後 八期連続無投票当選で、姫島村長を務めた。9期目に当たる2016年の村長選挙は61年ぶりの選挙戦となったが、対立候補の藤本敏和を抑えて9戦を果たした。2020年11月の同選挙で、藤本敏和を再び破り重戦。姫島村では1955年の村長選挙が、島を2分する激しい争いとなり村内にしこりを、 残したことから2年後の1957年に行われた選挙以来2016年まで16期にわたって村長選挙での無投票が続いていた。また、父熊は1960年から7期にわたって姫島村長を務めており、藤本家は親子2代で通算16期にわたって姫島村長を務めている。現職首長の当選回数としては、 山梨県早川町長の辻和幸の11回に、ついで全国2番目の多選である。1960年代後半に導入された行政ワークシェアリングを継続している。これは村職員の数を増やす代わりに給与を低く抑えて、村内に雇用を創出するもので、若年層の流出を防ぐために導入されたものである。姫島村では、 人口2169人に対し村職員が同規模の自治体の約4倍に当たる212人いる反面、給与は同規模の自治体より約7万5千円、低い約25万5千円に抑えられている。水産業と観光の村づくりを提唱し、第3セクターの姫島車エビ、養殖株式会社による車エビの養殖を行う一方、大分姫島ジオパークの認定を受けている。 ありがとうございます。